はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は山本周五郎作月の松山です。この作品月の松山は昭和29年1954年キング8月号に掲載されました。武家物です。昭和41年1966年命というタイトルでテレビドラマ化されました。新潮文庫のシリーズでは月の松山というタイトルで短編集に収録されています。この小説の背景となっている松山はどこの地方とも指定されてはいませんが、この作品の執筆当時掲載されておりました、もみの木は残ったの取材中に訪れた原田海の義理の兄にあたる松山領主国老モニワスボウの館跡をそのまま描写したものと言われています。あと100日の命と宣告された武士が己を醜く装うことで死の家の安泰と愛人の幸福を図ろうとする苦渋に満ちた心情を描いた作品です。それでは本文をどうぞ。山本周五郎作月の松山第一章。宗木光也は足袋を履きながら促すように医者の方を見た。御影道円は浮かない顔つきでひどく念入りに手指を拭き、それからタバコ盆を引き寄せて一服つけた。やはりそうですか、と荒野が聞いた。道円は聞こえなかったようにじっとキセルから立ち上る煙を見守っていた。唇の厚い、眉毛の太い、酒焼けで赤くなった艶のいい顔が突然老人にでもなったように暗くしわだって見えた。間違いありません、と道円は言った。お気の毒ですが、もう間違いはありません。荒野は足袋の小ハゼをしっかりとかけ、座り直して医者の目を見た。すると期間はどのくらいですか。道円はさようと言って庭の方へ目をやり、それからキセルを詰め替えてまた一服吸い付けた。さようと道円は言った。人によって違うが、この様子だと遅くとも一年、早ければ100日。百日より早いことはあるまいが、一年より遅くはないと思います。荒野はうなずいた。顔のこわばるのが自分でよくわかった。全身の血が引いてゆくような感じで、めまいが起こりそうであった。百日というと、三月ばかりですね。人によって違うから、無論断言はできません。と道円は言い、初めて荒野を見た。それに私がそう見立てたというだけで、見立ては医者によっても違うし、人間の体というやつは時々思いがけない変わりようをするものですからな。まあ一応そのつもりでいてもらうということです。他にはもう何か。言いかけて荒野は黙った。道円が彼を見た。荒野は首を振った。いや。と彼は口を濁した。ではもうあの薬を塗るだけでいいのですね。痛みがひどくなったらその方の薬を調合しましょう。と道円が言った。また変わったことがあったら来てみてください。荒野は礼を述べて立ち上がった。後から道円が送ってきた。明るい2月の日のあふれている庭に、
勾配がしんと咲いていた。まだ梅が咲いていますね、と荒野が言った。あれはバカ梅で、と道園が言った。自挙して門の外へ出ると、非常な力で締め付けられるように胸が苦しくなり、呼吸が詰まって我知らず荒野はあえいだ。覚悟していたはずじゃないか、と彼はつぶやいた。覚悟していたんだろう。だらしがないぞ、荒野。彼は立ち止まって空を見上げた。よく晴れた空に白い綿雲がいくつか浮いていた。荒野の目はそれを見ながら何も見てはいなかった。胸に大きな空洞が開いて、そこを冷たい風が吹き抜けてゆくようである。彼はまた激しくあえぎ、首を振って歩き出した。坪田へ行かなければならない。頭の中でそう思いながら、荒野は反対の方へ歩いた。形容しがたいほど重い荷を背負っているような危なっかしい歩きぶりである。冷たい油汗が額からこめかみの方へ筋になって流れた。坪田へ行かなければならない。頭の中でまたそう思った。小泉村の坪田与兵のところへ地境のことで話しに行くはずであった。しかし彼はそう思いながら、やっぱり小泉村とは反対の方へ歩き続け、大渡り橋を渡ると街道からそれて裏道へ曲がった。森脇家の屋敷のある戸賀野小村はその裏道から松山を越して行くのが近い。彼は松山への坂を登っていった。途中で三人ばかり農夫と行き合い、農夫たちはかぶり物を取って挨拶したが、荒野は常に似合わず、挨拶も返さないし、ほとんど目もくれずに通り過ぎていった。松山は高さ百尺ばかりのなだらかな丘陵で、その名の通り、松林で覆われている。ずっと昔、そこに何がしの城塞があったと言われ、現在でも頂上に五反部ほどの平地と空堀の跡や石畳に使ったらしい石などが残っていた。坂道を登り詰めた荒野は、道から松林の中へ入って行き、枯れ草の上へ腰を下ろした。そこは北向きなので、枯れ草の根にもまだ青みは見えない。前方はなだらかな斜面になっており、低くなってゆく松林の向こうに、戸賀野小村の一部と小高い丘の上にある森脇家の炊事塀が、白く上巻のように堂々と眺められた。荒野は、立てた膝頭に肘をつき、両手で顔を覆った。百日、と彼はうめいた。百日か。松の小杖で小鳥が泣き騒いだ。顔を覆った両手の指が苦悶のため鍵のように曲がり、やがておえつの声が漏れた。それはぞっとするほど絶望的で、押ししがれるような響きを持っていた。約半時ほどのち、森脇家へ帰った荒野には、いつもと変わった様子はなかった。森脇邸は、戸賀野小村の北端の大地の上にある。石段を登ると古い長屋門で、門を入ったところに大きな老杉が二本、広い前庭と屋敷全体を圧するように高く小杖を抜き、たくましく枝を伸ばしている。
武家作りの母屋とそれに続く道場はかやぶきで、門人や召使いたちの住む長屋はこけらぶきであった。お帰りなさい。荒野の姿を認めて道場の臆病口から西秋太次郎が出てきた。稽古着のままだし、木剣を持って面長の眉の濃い顔に生き生きと血が浮いていた。道場の中からは稽古の物音が聞こえてきた。様子はどうでした？太次郎が近寄ってきて聞いた。荒野は懸念そうに相手を見た。坪田ですよ、と太次郎が言った。承知したんですか？ん？いや、と荒野は目をそらした。留守でダメだった。また改めて言ってみる。世話を焼かせるやつだな。今日は稽古を休むからね。荒野は歩き出しながら言った。すまないが頼むよ。野六が熊の子を捕まえました。後ろから太次郎が言った。井戸の脇の柿の木につないでありますよ。荒野は長屋の自分の住まいへ入った。長屋は T 字型になった。二棟あり、一方が召使いたち、一方が門人のもので、こちらには二部屋ずつの住まいが七個並んでいる。今は荒野と太次郎のほかに三人、荒野のは南の端であった。夕刻、母屋の方から駒使いのお品が食事を知らせに来た。荒野だけは母屋で、茂庭親子と食事を共にする習慣だった。お品は戸口で二度呼んだ。すると奥の部屋で荒野の断る声が聞こえた。食事はしない、と彼は言った。少し腹痛気味だからと申し上げてくれ。第二章。その夜、荒野は眠ることができなかった。ヤグの中で点々ともだえたり、心吟したり、羽を着てガタガタ震えながら歩き回ったり、また幾度も暗い庭へ出て行ったりした。すっかり明け離れてから、桂が見舞いに来た。モニは、家紋之助信孝の一人娘で、年は18歳になる。山本周五郎作、月の松山、その第一回、第二章、途中まで。2021年4月19日。